こんにちはこんにちはいつもとにかく可愛いにキュンキュンしてしまう中一女子です私には付き合って約5ヶ月の彼氏いはいやその彼氏は頭も顔も良く優しくお家がお金持ちいその上面白いのでクラスの人気者ですそんな完璧のような彼氏です本当の話ですかこれは <laughs> ある日授業中にその彼氏の席をふと見ると、はい、天を持ったままうとうとと寝ていましたいいその寝顔が可愛くてつい尊いなと思ってしまいました紀藤 <laughs> さんや榎さんの学生時代の恋愛話も教えてください。<laughs> です。<laughs> 時代の恋愛で僕一番のモテ期が小学生ぐらいまでで幼なじみが女の子が2人いたんですよ。ですかそうでその2人ともに僕好かれてて行ってないねこの話ね毎年ね幼稚園から小学校卒業するぐらいまで。 毎年なんかラブレターを、えー、バ,バレンタインの時とか持っててずるいめちゃくちゃモテてたんで 返事はしてたんですか全くしてなかっ然もう興味がなくて恋愛とかにもったいいなまだそういう感情が確かに小学生ですもんねなくてんかありがとうぐらいの気持ちで中に上がっったた途端なくまあもう結構離れちゃったんでさすがに亡くなったんですけどその幼なじみたちももう結婚をされて幸せに暮らしているんですけども。 うえ何をやっていたんだろうな僕はとえ中高の恋愛話とかあったんですかいやもう部活しかやってなくて野球剣道もう本当に女子たちには肝がられて肝がられえかっこいいみたいななかったんですかいやないですね僕あの学校のロビーに昔こう座ってたんですよしたなんか女子たちが三人ぐらいキャーって来て 僕の顔を見て、<う>あ、間違えたって言ったんですよね。<え> <laughs> 何と。何何君じゃなかったよって、えーまあお。お目当ての人がいたんでしょうね。で、僕に聞こえるような,大な声で。大きつい。君じゃなかった、全然かっこよくなかったよって、えー。きつい。去っていった。って行かれたんですね。もう一人一人に鏡をこう押し付けて。<laughs> 人のこと言えますか。ってやりたかったんですね。<laughs> <laughs> それはそれはですねえ藤さんは学生時代私本当になさそうだよねないんですよもうね純粋にオタ活してたあ好きなキャラとかはやっぱんかそのオタクをもう極まっちゃっててなんか二次元にしか興味ないぜみたいなもう乙女ゲームめっちゃやるみたいなそっちかそっちだったんですよなるほど本当にもったいないことしたな現実には興味が現実には興味がなかったなかったんですね めちゃくちゃ乙女ゲームしてたな。へえー、でもその乙女ゲームのスキルが身についたんじゃないですか。身についてないな。うまーい <laughs>。<ペー> <laughs>